ご視聴ありがとうございます。おしゃれな古民家カフェでございますね。こちらは岡山県鏡野町のトマタダム水没地から移設し、豪華な建物ながら長年活用されていなかった長商工会旧奥津支所を地元企業がリニューアルした複合施設でやんす。ぼちゃんの計画として今年は新人温泉女子の育成に頑張りたいのであります。新メンバー候補しり姉ちゃんをなんとか温泉に沈めたいのですが、やはり初めは抵抗があるんですね。なかなかいつものようには撮影できておりませんが、広い心と長い目と鼻の下でご視聴くださいね。暖冬ですな。とはいえやはり冬は寒いですね。少し雪の降った奥津温泉にやってきました。河原に雪が積もってもう少し冬らしい温泉地を見れるかと思いましたが、雪は少ないですね。温泉地までの運転や駐車は雪がなくて楽勝だったよ。今回は登録有形文化財の宿奥津荘さんの貸切風呂川の湯に入ってみますね。ショート動画で告知していたしり姉ちゃんの初登場動画だよ。さて、しり姉ちゃん、初の温泉リポート楽しみですね。はじめまして。肩幅よりも尻の幅が大きい、しり姉ちゃんです。まずは脱衣室のご紹介ですの。洗面台とドライヤーがありますの。脱衣室の窓を開けると、吉井川が見えますのよ。川のすぐ近くにあるんだね。雪は積もってないんだ。あと、温泉成分表ですわね。そんなもん、視聴者はどうでもいいんだよ。入浴準備のシーンを撮ってよね。温泉女子デビューなのだから、派手に電飾のついた刺繍つけてみますわね。うー寒い。それはいいね、かわいい。浴室に入ります。わあ、いい香りの温泉。すごいね、広くて明るいのね。温かいお湯、気持ちいいわよ。ちょ待て、かけ湯シーンを撮らんかい。湯船の中からお湯が湧いて出てるのね。ちなみに奥津荘さんは源泉かけ流し、浴室を源泉の上に作った素晴らしい温泉なのよ。お外はどんな感じかしら。湯浴びしたり温度とか教えてくれ。泉質はアルカリ性単純泉、加温も加水もない湧き出たままの素晴らしい温泉なんだよ。あらあら、河原からも温泉が出ちゃってるわ。小鳥がやってきて温泉に入ってるわ。これは見どころね。大きな窓で開放感があって温泉って気持ちいいんだね。うんうん、最高だわ。未熟な温泉レポートで申し訳ございませんでした。しり姉は雪山で温泉女子の修行をさせます。次回はちゃんと調教しておきますね。